オレグ・ドミトリエビチ・バクラーノフ。オレグ・ドミトリエビチ・バクラーノフは、ソ連の政治家。元国防会議第一副議長。ソ連8月クーデターの首謀者の一人で、ソ連軍産複合体の代表として、国家非常事態委員会に参加した。1932年、ウクライナソビエト社会主義共和国のハルキウに生まれる。バクラーノフは、国営企業合同で働き、軍需産業。 軍産複合体で大きな地位を占めるようになり、ソ連国防産業企業合同総裁にまで上り詰める。1976年には、ソ連一般機械政策省次官に就任。1983年同省大臣となる。ミハイル・ゴルバチョフ政権発足後の1988年2月ソ連、共産党中央委員会初期に選出され、軍事産業を担当する。 ペレストロイカにおける経済改革の一環として、軍民転換政策が採択されたが、バクラーノフは国防産業の破壊を招くとして、軍産複合体を代表して反対する立場を表明した。1991年4月、国防会議第一副議長に就任。5月には、ペレストロイカが終焉した場合という前提で、ドミトリー・アゾフ国防相を軸とした。 軍事政権樹立を示唆している。ゴルバチョフがレオニード・ブレジネフ元書記長の流れを組む保守派から再び改革派へ舵事を切り、新連邦条約採択に向けて審議を開始した際、バクラーノフはソ連を単一の連邦国家として維持する案を提出して、連邦構成各共和国による主権国家連合を主張するヌルスルタン。 ナザルバイフカザフスタン大統領と争う一幕もあった。共産党機関紙、ソビエツカやロシアに論文、国民へ次ぐの執筆者として名を連ねこの論文でクーデターの実行を主張していた。1991年8月19日の新連邦条約庁委員直前、国家非常事態委員会のメンバーとして、健康上の理由によるゴルバチョフの執務不能と、 ゲンナジー・ヤナー・エーフ副大統領の大統領、代行就任という声明を発表し、クーデターを観光する。バクラーノフは、ヤナー・エーフ大統領代行や、ボリスプヨゴ内相と共に、委員会を代表して、記者会見に臨む。軍産副合体の代表として、影の実力者とも言うべき位置にあったバクラーノフが、初めて表舞台に立った瞬間ではあった。しかし、 結局、クーデターは3日間で失敗し、バクラーノフは他のメンバーと共に逮捕された。その後、恩赦によって釈放され、地域社会団体、ロシア・ウクライナ国民友好協力会議の議長に就任。2021年7月28日に死去。89歳ボーバクラーノフの死により、国家非常事態委員会の主要メンバー8人は全員この世を去った。 ありがとうございます。